上、なんですか俺は。うわー、おじいは嘘だよバーカ。黙っている。ドタバカ続け、助けて。どうしよう、おじいは。あいやー、おじいは、おじいは。簡単なゲーム、うわやばあ。あー、ほんまね。僕がやります、おじいは。こいつらを助けるのが気持ちいいんです、おじいは。見てください、おじいは。これが、これが僕の趣味です。最近の一人ずつ、一人ずつ地獄に送ってあげる。誉れ、クソ。さあ、朝物捕虜を助けに行きますか。任せろよ、お侍。アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。俺が忍び込もう。これ今回マジで一発クリアする。全ての道具を使って、全部の道具使う。一人ずつ暗殺していく。本当暗殺じゃなくてさ、首ねじり切ってさ、仲間たちの仇を取りたいんだけど、ここは暗殺で許してやる。じゃあまずはあいつを殺して、周りのやつら全員殺してから、この大将を殺そっか。君の仲間が一人ずつ死んでいく様を見なさい。おい、うどけくちゃはるた。もう誰もいないよ、君の守る人は。弱すぎる。ねえ、こんな奴らに俺はびっくりしてたの。今の弾に1000人来ても勝てる。いや、これ登れねえ。やべ、ホル殺される。え、ホル殺したら俺がお前を殺すよ、マジで。病を治せ、さもなくば殺す。チュハロウ。チュハロウ。この野郎。先に捕虜助けに行こっか。どうしよう。誰がお前そいつを殺していってた。逃げろ。君か。とどめを刺せたなんて、なかなかお前も分かってるね。まだ兵がおります。そういうことね。根絶やしにしろと思うよ。気に入ったよ、女。伝説していい？兵がおります。兵がおりまするゆえ。笛吹きながら出てくるの超かっけえけどね。ここ何言ってやがる。これむずすぎだろ。ここえ、ネギ持ちそう。ここマジで無事。どうしよう。上入れねえかな、あれ。さあどうするんだい。ネギ持ってきた。それだけか、おい。頼むぜ。あ、またいる。また切れる。また切れるのか、俺は。
つちゃうぞ。バーカ、あと一人。そうか、お助けください。待たせてしまった。待たせたな。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか梶山をお助けください。みんな俺が助けてやる。どこかの家に囚われているはずです。全員俺が助ける。全員助けて全員俺が殺す。逃がしてやる。火事やってたやつ、さっき鷹を撃ったやつ。もう安全だ。押し殺す。鷹という鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。鷹は村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。殺していいか。でも暗殺使う、俺だいぶ上手くなってきてるよね。万死の歩き方分かってきてない。いや結構いるな。いや誉れ捨てたらもうすげえ楽だわ。やはり誉れはほぼ汚れ。はいはい。おじ上殿、そんな汚れを早う捨てなされ。だからおじ上は負けたんですよ。お侍様、安心するな。行け。猛虎の隊長はあそこにいることが分かったから、じゃあワッソンバイジコテチューハロー。やっぱ叩かれる。ソンベシュエスインバイジコテ。どうも僕です。センドワークです。どうも。トルパシャル発射やっちょ。言わさっちょだ。おい、どうした。おい、下手くそ。死ね。全員俺が助け出す。こうやって猛虎殺してる時が一番いいわ。最近飯食ってる時もどうやって猛虎殺そうかなってマジで考えてるんだよね。動けるな。昨日デートどころの騒ぎじゃなかった。俺猛虎の殺し方ずっと考えてたの。どうやって猛虎殺したらいいかなって相談してた。ありがとうございます。村長か。いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。任せろ。どうか奴も退治なさってください。任せろ俺に。 ゆるりと休まれろ。猛虎だか猛虎だか死んだけど俺がぶっ飛ばしてやるよ。マルチラハン。あ、しまった。あった。ネクストタイタショムナセンバルガンジュマルチラッ。さあ猛虎、区内なしで行くか。たまには。嘘だよバーカ。死ね。なんでてめえらと正々堂々戦わなきゃいけねえんだ。卑怯の手使ってぶっ殺すだけだ俺は。もうクリア。ねえ、歯応えのねえ。もうクリアか俺。いるじゃないか。まだ君を殺しに来たよ。どうも、君を殺しに来た僕です。いい角度で殺してあげよう。この笛の音、この笛の音が鳴るとき猛虎たちは恐れをなして逃げ出すと言われてる。今あの船だ、あの笛の音だ。毎回この笛の音を奏でてから殺すから猛虎たちがこの笛の音を聞くと逃げ出すんだよ。ああ、殺される。まだまだ殺せるのか。まだまだやらせてくれるのか。なんだお前、仲間って死んでんの気づかないのか。じゃあ君も死になさい。できるだけ苦しくね。声帯をえぐり取って、でちょっとずつ腹綿を引きずり出すけど声出させないようにして。次それやるわ。ここ簡単じゃね。
さっきのところが難しかった。だからクナイ使い始めたからか、俺が。多分そうだね。もうこの隊長を探せ。楽しみだぜ。今まで会ったことない強敵であれよ、お前は。侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えば、こいつらは苦しまずに。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首、俺が切り落としてやる。まず敵の動き見ていい？そしたら勝てる多分。バウバウ。やーつえ。人たち目確実に。今ちなみに俺両面で構しっかり構えてたからね。通常あの薙払いも避けられた絶対。ハゼの肩取り返したぞ。みんな生首をアクセサリーにしよう。今日メインガンガン進めていこうぜって言って一生サブクエしてます僕。おこれサブクエから逃れられないね。えおもろすぎる。1096点今のところ。昨日までちなみに6点だったのに今俺の評価1096点。3日目にして。よっしゃー、今日戦闘に慣れてきた。2094点。戦闘に慣れてきて戦闘もおもろくなってきたから今のところ2094点。このゲームここをいい村にしなさい君たちが。よっしゃ来た、稽古場来た。おい稽古場来た、稽古場来た。ズザッ、あざす、あざす、ザス、ザッサ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 ッザッサ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 ッザッザッサ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 ッザッザッ。うちの道具を見ていってください。あー獣ねえよ。恐れながら数が足りません。獣かわしてくんね。獣のかわ、あー玉金もらえるぞ。お役に立ててくださいね。35とさ10でいけるよね。また来よう。あ4ゼロだっけ。あと5か。役に立ちますよ。でまた剣強ねえ、また剣が強くなっちゃうよこれ。幸福の化身川子、はい、また強くなる。はい、いや玉金じゃ買わなくてよかったじゃん。あ物資100差し上げましょうか。デザート1個足らんや。でも大丈夫。お譲りいただけるものはございますか。お目が聞きます。あなた様は鬼に勝てる。鎧を仕立て直しましょうか。声魔様、ジョルジュ早乙女もいるんだよね。俺昨日スラムダンク30年ぐらい前のさスラムダンクの OVA を見まくってたんだけど、今をときめくスーパースター声優たちがいっぱいいたわ。ちょっと強くなるしマジで。お待たせしました。鉄65やば、きっしょ。タチギさんが高校生の役してた。どんな鎧でも結構です。びっくりした、マジでマジかよと思った。ゲームは楽しいの人が、おい桜井って言ってた。声あんま変わってねえの。この近くに役立つものはないか。あーなるほど、ここ早くぶっ壊してえな。その前にねえ皆さん、なんかちょっと借り返しに行っていいっすか。お
今の動きだけで型が違うなっていつもの型じゃねえなって分かっちまうのが怖いとこだよ。キツネの巣、うん、かわいいね。キツネの巣には必ずねちっちゃい入り口があるんだよ。え、ここ来てたよ、俺。外か。なるほど。ほー。こりゃ、みやびだわんじゃな。うわ、コンプリートして。撫でる。でも、エキノコックスに注意しろ、おい。要注意。戦闘結構もうさ、あんま苦労しなくなってきたから、こっから先はさ、ストーリーもガンガン進むと思うんだけど、進むと思うんだが、何あそこの離れ小島、行ってみていい？止めても行くけど。絶対キツネいる。いなかったらみんなに、ここにいる視聴者全員に1兆円あげる。この時代にエキノコックスない。ね、エキノコックスって最近の病気なの？1人1兆円ですね。だ計算しといて、1兆かける25,600。25,268人いるから、1人につき1兆円ずつあげなきゃいけないの。いくら？マジマジ。ガチで。ガチであげる。俺からしてみれば大したことないからさ。ね、あの波の感じ見て。すごくね？あそこで映画撮ろうぜ。今日から、今から。行ってさ。東映に協力してもらおう。さあ皆さんお楽しみ。また拠点を潰すよ俺が。拠点潰しの順。あああれか。あぶねね。私様の石碑を壊す。死ぬと思ったでしょ。死なないんですよね。頼もう。その程度か。気がついたら敵が死んでいる。どうした？おい。待って、槍はさ、これでやってみたい。これ隊長かよ。これ隊長だったのかよ。え、隊長格も物ともしないの？もう俺は面白いからしかないけど。どこにいますか？何をしてるんだお前。このお前ふざけんなよ。何これ、ハメじゃん。いやこれハメじゃない。見つからずに上空から闇討ちで敵を倒せ3人。隊長だった、ごめん。ちょ、あれするわ。うま。闇討ちで3人って相当大変じゃない？まあ、こいつ殺すか。いや、強え。ちょっと待て、本気でいくわ。テンパっちまう。でもここまで来たら闇討ちで行きてえな。これクロスする瞬間だったらバレないんで、そしてこのお邪魔プーは殺しといて、この引き目あとどこだ。うわ最悪。まあ一旦逃げさせてもろうて。見つからずに闇討ちで3人。あれちょっと待って、これなんか消えちゃうのか判定。おい逃げんなよお前ら、早えよ帰るのが。バレずに行って無理じゃねえこれ。こっちにさ、おびき寄せるアイテムみたいのが。あ違う、ダメこれマジでダメ。
一回殺しちゃうかもう。君の友達は僕が全部殺しちゃった。エンドワン。僕が全部殺した。誉れはクソじゃ。暗殺。これからは正面突破するやつはクソ。もう終わり？ねえ。こんなもんなの？バンシー。次俺が行く場所ってさ、もう、あ、ここか。陣の道はここだ次。近いからこの辺解放しとく？それとも。ちょっと解放させてくれ。これ、たゆまぬ努力が必要なんだ、このゲームは。あれ、空じゃねえ。空以外の馬には乗らん。え？空は？ね、空いなくなっちゃった。あそこに狐いなかったらマジでみんなに1000兆円ずつあげる。一人1000兆円ずつね。いたらタバコ吸う。それだけでいいよ、俺のあれは。ご褒美は。巌流島じゃねえか、これ。決闘してる。おそらく、こっちが勝ったけど、相打ちだな。夜の帳が落ちると死が忍び寄る。何これ、ちょっとよくわかりませんね。スキンか。鎌倉時代のさ、剣豪って誰かいないの？うわ、そーらいるじゃないか。旦那、あぶねえ。死んじまう。義経か。そっか。あ、あいつか。あいつだったら俺がぶっ殺してやるよ。走れ、そら。そら、ありがとう。どうした？何かがいる。ソラクッションって呼んでます。いや、私も脇目も振らず。酒井様、逃げとけよ。政子様が菰田の浜の方へ馬でかけていきました。足立殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。大したあれねえな。これいらない、やなくていいわ。ここにしてここに移動ね。こういうこともできるようになっちゃった。今何点？津島2094点。11万点、今のところ。過去最大の点数出るかもしんない。ん？神社だって。何これ？この先、太陽の神を奉る、金宝神社。子供たちの間では、チンポ神社って言われてるよ。神社5分もらえる？ね、神社って5分もらえそうじゃね？そんな気がしてきた。何やってんの？何やってんの？そんな器用に難しいことしないで。やべ、やっちまったと思っちゃったよ。早く5分。おい、このクリフハンガー大丈夫か。おー、タカと仲良くなればいろんな小道具を作ってくれる道が進める道が増えそうで、タカと仲良くなったらさ、いろいろさ、小道具を作ってくれるさ、道が増えそうじゃね。今気づいたんだけど、活力の5分だよね。アマテラス、これか。敵を倒すと体力が中程度回復。クソ強じゃない？バカが。あ、鳥さん、僕をいざない。絶対温泉がある。もうそんな小松どころの騒ぎじゃねえ。なんだろうこれ。おい、天の獄じゃねえかよこれ。火事場に行け。いさかいか。うまくなりすぎてしまったよ、担当やろ俺は。ユナ、お主か。ジン。お主なのか、ユナ。戦闘が上手くなってきてる俺。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。
今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。いや結構もう、いやもちろん死ぬけど、戦闘に慣れてきたから万死でも俺渡っていけるよ。何に生き延びたのだ。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。村のみんなを避難させてくださ。田口エンターテインメントみたいな歩き方しやがって。これで猛虎に生きてた。猛虎は行った。しばらくは戻ってこないよ。これから鍛冶場に向かうから一緒においで。こっちに来てよ。鍛冶場は動くか。ああ、でも火はつけないよ。こきつい。一発でクリアしたとする。ここに居所を知られるから。いや、釣り出してやる。さすれば血のりを生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけだ。一発でいくコツは、おそらく弓兵を見つけて弓兵から倒していく。姉さん、タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。おじ上を救いたい。金田の木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。山口勝平だ。任せときな。このままワンピース探しに行こうぜ。火事の助手がいります。雪男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。鉄ありがたいぞ。玉金もっとありがたい。ウキョネーだ。こんなにウキョネーがいたなんてね。ここに最近見ねえと思ったら、鉄ハブもう必要としてねえじゃん。俺シンプルな殴り合いで勝ってるよ。誰が逃げられる。誰が逃げていいと言った。あれ、ウキヨネどこいる。ユキヨ、ユキヨネ、そっちか。私が何をしたのさ。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。ユキオの嫁を救え。あ、いや誰だい。知るかよ。知るか。あんまりお前でけえこと言うなよ。隠れろ。戦っちゃダメなのこれ。血を見るな。よいか。わかりました。猛虎に見つかった。ここにおれ。天敵もつそう。そんなんで俺に勝とうとしてたらマジでもうやめた方がいいよ。絶対勝てないから。島はもう変わってしまった。無駄だよ、うん、君たちで僕には一生勝てない。このままあと2時間で全グリしようかな。ユキオの使いだ。生きてるの。ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんたもう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったらまるで鬼だよ。海ではない。猛虎が相手の時のみだ。正面から行く。全部俺が切り捨てる。太刀を抜け。太刀を抜け。早くハーンをやりてえな。
滅殺する。マジで笛吹いたら味方が死んでた。まるで鬼だよ。黙っていろ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。全員ぶっ殺しルートだ。一人も許さん。一番手は誰だ。怖がってない。あらうやっ。無事。なるほど、むずいってそういう意味か。自分一人だけじゃねえもんな。むつ、よかった。この方の強さといったらまるで鬼だよ。黙っていろ。殺されたくなければな。火事場に行くぞ。ついてまいれ。殺せなくぞ。 You are head バロン。してみー。天童へ。あっち。どうしよう。どうしよう。どうしよう。おっと、そこへ侍。全員叩き切る。ただそれだけ。悪即残。俺以外は全員悪だ。どこにいる。バカ野郎、誰の許可でお前俺の女に手出してんだ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何。戻る。いい風だな。俺の中ででも山口勝平って犬屋社なんだよな。こっち。火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍。侍はどこだ。嘘を聞くな。お前の仲間を痛むぞ。侍なんだ。あ、なるほど。見つかったらホル殺されるんだ。オッケー。隠密系ね。天童へ。いや、もういないよ。お願い。助かった。どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。いや、ついてまいれ系ちょっとめんどくせえな。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。暗殺していきたくね。切り合ってきて。レギオン発進だ。テントウェイ。うわ、最悪。みんなついてまいれ。てかさ、お前らさ、ついてくんな。確かに俺はついてこいって言ったけど、戦えねえんだったら後ろにいろ。殺し方が邪魔なんだお前ら。人じゃないみたい。そうかもね。あれ、でも誰もいないよ。ゴールしちゃったよ。いいの。姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。もう子が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。来たか。どうぞ。なるほど。まだ来るぞ。火事場に入られた。止めるぞ。ほら、これは人を殺めるということ。黙れ。今マジやめて。
今マジやめて。許してください。急兵だよ。カジマが囲まれた。早く殺さなきゃ。どこにいる。あーもうぶっ通しマジで。やべえ。え、ちょっと待って、とんでもないところが、とんでもねえところが飛んでくるよ。こっちだよ。死者蘇生。何この籠城、おもれ。え、もう終わり？お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。ひどっ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。みんな守る。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。あれ、これって陣の道だっけ。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。まだ生きてたか。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれ使ってます。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。早くこいつやらせてくれよ。それまで首がつながっていればな。ちょっとさ、メインクエやっぱやった方がいいか。俺人を切りたいよ、ここまで来たら。そういうことか。これを取れってこと。せっ、はあ、すごい。本当に取った。本当にあった。腕がその代わり戦とも足んねえ。普通に来れるやん。ねえ、差し上げましょうか。全然普通に来れるやん。これやべえ、おしっこしてえけど、やりたい。どうしよう、天秤にかけるわ。おしっこしたい気持ちとこのゲームやりたい気持ち、ゴーストオブツシマやりたい気持ち、ゴーストオブツシマで暴行になってもいいや。もう本当に申し訳ないと思ってる。俺の体にはあの人が野営を叩いて守ってくれる。いかにも。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。お叔父上が自由になれば皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。またタカとお前、タカばっかやな。酒井様、打ち終わりました。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。また新たな行動、移動手段手前で試しました。大染めを鍵縄です。良いものだな、借りができた。いえ、とんでもない。
俺は姉さんと家と鉄だけで、まあ、姉さんと家と鉄結構痛みいるぞ。俺もそんな金と10億の金と美女10人ぐらいで全然いいけど、言うぞそんなこと言われたら。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は矢立砦の近くだ。また矢立砦。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこか分かるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上、いかにして助けるつもりだ。戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。足りると良いがな。はっ。手下はなぜ捕まった。あの地図覚えてるか。はい。補給路が記されておったな。飯はあったか。ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる。昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したと。意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃない。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか。覚えてるか。ねえ、ちょっと待って、おかしくないこれ。刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。なんで歌歌えんの。だからって本気で撃つか。負けるわけにはいかなかった。どれごときにってことか。そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老僧になろうと狙ってた。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって。嫌だね。一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。だってありえなくない。そんでこいつ一人だけ都合よく助かったの。いるね。もう全部殺すよ。あ、違う、ごめん、仲間だった。逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。時期暗くなる。出発はできそうか。手立ては道中で話そう。1,2,3,4,5。 この前のメンバーか。まあでも結局俺が全員ぶっ殺すからいいんだけどね。今俺どこだこれ。お前もうここにいんの。雅子が点在してる。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しを上げる攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。戻れ。ごめん、たぎった。ちょっとだけたぎった。龍蔵がいちいち俺怒ってくんだよ。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。足りねえじゃねえか。あら、飛び越えられんか。だが鍵の輪を使えばいけるはず。鍵の輪を引っ掛ける。飛んで、あ、そう、うまくいった。キロじゃん。クソ気持ちいいんだけど。これは使い出があるな。97万6000点。今のところこのゲーム97万6000点。結構さ進んできてない俺。タカ、オンに切るぞ。なんか俺ね怪しく見てるよ正直。いやもう暗殺はらしくねえな。悪残
やはり殺しは暗殺に限るね。何が正々堂々だ。暗殺よ。暗殺だけが俺を満たしてくれるんだ。どうだ、仲間を目の前で暗殺されるのか。切れた。本当に正面から全員切り殺す。正面から全員切り殺す。それが俺の。君はいい力をしてるね。よかろう。母さん、この味どうかしら。時にはしきじることもある。ちょっぴり悲しい時もある。だけど、だけど。チハルゴ、ヤグンハルスイモ、そぼだ。うっ。あぶね。最悪だ。さあ怖い。そんなもんか。最悪。何今の。ホワイト鳥持ち爆弾じゃねえかよ。ふざけんな。何が鳥持ち爆弾だ。いらねえよ。本当はあのでっかいやつと正々堂々戦いたいのに。ジャンパーラッグ一枚。正々堂々言ってるからあれは盗んだよ。俺なりのせいじゃねえか。卑怯とは言うまいね。何？放つか。え、いなくないクマ。ダルムンバイスタールだ。クマに殺されなかっただけでもありがたくないよ。ユゾもいるのか。外におる。助けに来てくれると思ってた。チュハルボ。びっくりした。上を取らせていただきました。ドタバカ勝ち抜け。超葬式ない。こんなやから現れた。あ、みんなついてこないで。あ、ついてきてる。助けて。なんでついてくんの？甘いわバーカ。全部見えてんだよ。こいつ特段の上にかけしやがった俺の野郎。あー、使いたくなかった。え、こいつ最初だろ。
次行くわ。うわー、最後の戦いちょっと悔いが残るね。もっとやれたなー。あー、もうほんとにおしっこ漏れちゃう。みんなもうほんと勘弁して、もうマジで無理。ほんとにおしっこ漏れちゃう。でもやめらんない、動けない。こっからどうやって入った。戦に支える。残念だ、無事のようだな。よでろ、のろしを上げて竜像を入れよう。わー、ここおもろかった。あー、もうほんと無理。みんなごめん、もう限界かもしれない。ちょ、ごめん、のろし上げておしっこしてくるわ。見ててみんな、ちょっと歴代戦闘だったら頼むわ。よし、竜像、いつでも来い。門を開けねば。あー、すっきりした。やば、逃げ試しといくぞ。炎の自由を勝ち取れ。炎の自由を勝ち取れ。助けて。え、助けて。もうやめてくれ。誰か、やめろ。炎の自由を勝ち取れ。なるほど。我が軍の圧倒的じゃないか。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。疑ってごめん。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ。ん、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。確かに見返りを求めたのやもしれない。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。いや、これ怪獣されてさ、よくある信長の野望とかでもさ、よし、てめえら野良侍をさ怪獣して仲間にするじゃん。小松でユナに会わなければ。義勇三世はやばいぞ。狙いを定めてる時に一時的な相手の流れが遅くなる。あー、近くで爆発が起きたのか。なんだそれ。近くにいる敵を、近くにいる二人の敵を闇討ち。ユナは屋根から飛びかかった数が多い。一人きり血が流れる前にもう一人を切らねば。お前からどんどん遠ざかってる。うるせえな。言っただろ、誉れなどクソだ。まだクソの役にも立たん。あんなもん嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。あれが噂のクソだ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。ああ、楽しい。これもうムカつく。やめときがない。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。ついに来たか。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ咲きにしている。己らは民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く勲をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。勲って何。対馬の好機を正し、張本以外の勲を知らない。平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。
その間己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って。フビライハンの息子がチンギスハンじゃん。チンギスハンって実際攻めてきたんだっけ。現行で死んだの。どうした龍蔵、何があった。みんな揃った。スゲガサ衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。フビライハンが子孫か。あ、ジン、やべえ、すべての仲間たちが揃った。ご加勢、おじ上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし楽しそう。ここ弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。まだ4分の1ってか、もう4分の1終わっちゃってるの。じゃあもうクソ寄り道すっかね。俺このゲーム一生やるって決めてるから、できるだけクリアしないようにするわ。知ってるだろ。これよりおじ上をお助けいたす。スゲガサ衆が誰一人来ておらぬ。定年までやる。65まで。しかれどもこれ以上は待てません。策は終わりで、坂井殿。私が鍵縄を使って忍び込む。まだ5%ぐらいです。のろし術を破壊します。まだ 5% らしい。皆は大手門を破ってください。おじ上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、おじ上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。野党かい。それかクロウド。おじ上がお待ちです。いざ城へ。いざ尋常に参る。うまくいくと思う。行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。こういうゲーム好きだわ。セキロといいさ。どんどん出ねえかな。必ず救います。おじ上、一日一個出ねえかな。簡単だよね、このゲーム作るの。3時間ぐらいはできるよな、 RPG 作るとかで。先生が物見を仕留めておる。さすがだ。あ、先生が物見やぐらの人。先生って誰。石川。あ、弓の威力が足んねえ。めんどくす。あ、見つかっちゃダメなんだ。本気にぶっ殺しちまえばよ。金もマジでいいよ。じゃあ真面目にやるよ。真面目にあえてやってなかったんだよ、強すぎるから俺が。あ、みんなにあれ見せよう。ごめん、障子越しに殺してやろうと思ったのに全然失敗した。一番いいところ見せない。せない。のろしずつ、まず坂平を倒さねば。大手門は固めた。先生、ケンジと大手門の番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは私と正面から行こうぜ。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。行っちゃっていいかな。もう不意打ちするか、または突き破るか。突き破るしかねえだろ。中華ロゴ、あいやー。まさこ、合わせろ俺に。してるか、これ。または突き破るか。なるほど、風の方使えと。まだ。ここを抑えねばなりませんな。風の傷。または突き破るか。
気破りか。お主が決めろ。こいつなら死ねえよ。ぶっ殺すだけだ。アルボ、ぶっ殺すだけだろう。これで、そんなに。それは聞いてねえな。本当に嫌い。好きじゃないという理由だけで殺す。好きでも殺す。好きがゆえに殺す。皆殺しだ。要は日和の扱いは試せばわかるさ。私がおじ上をお助けした後追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。政子殿も正面突破だろう。言うな。ジン、万平がいる。関係ねえ。俺が先駆けだ。菅笠衆がいたらこんなに苦労しないのに。竜蔵を許せ。忘れはせぬぞ。神社様にも伝える。あれ、あいつ裏切ったの？やはりあの時殺しておくべきだったか。ドタキャンされたの？この橋はよく覚えておる。あ、ここあれじゃん。この高さから落とされたんだろう。こうやってね。よく生きてたね。確かに。菅笠衆がいたらこんなに苦労しないのに。責められ腹を空かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣物に変えるのが戦の常さ。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。任せろりだ。こんな都合よく。ユナの手がいるな。いらねえけどな。休んで。オッケー。待たせるね。備えろ。ワンペンがおるぞ。全員ぶっ殺してやるよ。ちょっと難しそうだな。待たせるね。備えろ。ワンペンがおるぞ。いや、バン…どっちバンペンすげえ多くね。うわ、マジか。ガードできなかった。隊長と差しだったら全然いけるね。待たせるね。備えろ。ワッペンがおるぞ。おい、うるせえな。分かった。じゃあてめえ待っとけ。ずっと橋の上で俺が全員ぶっ殺す。お前邪魔だ。はっきり言う。もうあいつはこの戦についてこれない。いや、あいつはチャオズ。作戦通りです。安心しろユナ。こっちは何にもないよ。うわ、マジかよ。あーくそ、無事ここ。あー、前に前捨てしたのに。これ前捨てできねえの。ね、ここ多分めちゃくちゃむずいわ。ここ多分マジでむずいわ。全部使うわ。おデブちゃん一人来てくんねえかな。おデブちゃん殺しては逃げ、おデブちゃん殺しては逃げていくか。ご了承聞かねえわ。隊長以外全員ゆっくり消して。で、バレて死ね。さあ、頼りの弓兵もいないぞ。どうするんだ。こいつ強すぎるから一旦待って。こいつやばい。ディレイと二択のこれみんな5時間、このステータも5時間からマジで。
どうしよう。どうしよう。どうしよう。これなんて意味なんだっけな。俺調べたんだよ。どうしよう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 。しじまち人間どもが。どうしよう。本当に出せない。どうしよう。どうしようじゃねえで、てめえら自分で考えるんだ。お前らが屋根の上に登れないことはもう知っている。どうしよう。まず一人。あしゃってきたもらえんの。Your head ボロしてみ。こんなずるい戦い方楽しいですか。めっちゃ楽しい。おい、めちゃくちゃ楽しいが。待たせるね。備えろ、ボンペンがおるぞ。誉れバカめ。お前猛虎に囚われてぐちゃぐちゃされるぞ。誉まバカどもが。俺は暗殺をこよなく愛するの。おじうえ、だからあなたはやられたんだ。俺が見せてやれよ、おじうえ。これが正しい戦い方だよ。ティッシュ、やこう。と合わせろ、言うな。無双一戦。え、連打無双一戦。どうしたおい、こんなものか。簡単なゲーム。何この簡単なゲーム。初見で万死でまだ一回も死んでないよ俺。クソうまくつなげて動画上げようかな。初見万死ノーデスノーコン。バカ騙して暮らそうかな。つなぎ合わせて簡単でした。ニコニコ、あのニコニコちゃんマーク、ニコニコにあげ、ニコニコにあげようか。ユナ、ここを守れ。俺はおじうえのもとへ。死ぬんじゃないよ。あ、龍蔵来てくれたのか。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。おじうえをお助けすれば召し抱えてもらえる。やめとけ龍蔵。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。駒田での戦のように。龍蔵、おじごにはお前がいる。あいつらには俺しかいない。二連撃か。死んでくれりゃよかったもの。こいつやべえ。コモダで死んでくれりゃよかったもの。うわ、やっば。ちょっと待って、やべえ。壊せなきゃならねえ。裸でやるわ。これ多分1時間コースだ、マジで。他に手立てはなかった。コモダで死んでくれりゃよかったもの。あれ、ちなみにガードできるからな。いいね。下から下段は逃げない。コモダで死んでくれりゃよかったもの。そうだ、2年だ。居合は2年。仲間を食わせなきゃならねえ。仲間を食わせなきゃならねえ。ありとあらゆるところからディレイしてくる。これやばいわ。いや、それ今さ、剣先がピキーンって光る攻撃はジャストガード以外回避できないよね。あれがガードしながらだと一回手離さなきゃ。
うわ、コモダで死んでくれりゃよかったもの。マジで強い、やばい、やばいの来た。いやそれがマジで反応、今俺マジでずっとあれを待ってた上で、あれを待ってた上で押して反応できてない。そこどうだよ、苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。ねえ、ちょ、火の使っていい？区内使えないんだ、もう最高だ。どうだよみんな、区内使えない、もう最高、最高のゲーム。苦しめはしない。もう昔の話だ。本当にうまくなっちゃない。もう昔の話だ。他に手立てはなかった。そう一戦。苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。よせ。まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。もう早いそれ。ゼロ距離よそれ、マジで無理。ちょっと下段がなんか避けれてないんだけどさ、あれなんだ、あれジャンプして避けるの。いやそれはね、ちょっと他に手立てはなかった。あ、いやあれ、あれはもう無理だ。あれは人間じゃ無理。うわ、それも人間じゃ無理。これ瀬戸さんと俺にやらしちゃいけないゲームじゃない？仲間を食わせなきゃならねえ。99万6000点今のところで、これこのゲーム99万6000点で、今のところ最高のゲームにあった。仲間を食わせなきゃならねえ。めちゃくちゃだよこいつ、めちゃくちゃだよ。ひゃー、仲間を食わせなきゃならねえ。俺に反倒してくれ、お前だったら絶対勝てるって。左下に剣を向けた時は中段攻撃、右下に剣を向けた時は中段攻撃、中段攻撃。分かってるけど、絶対絶対チャンスは人間の。瞬間的に判断して出し続けなきゃいけないとかいう超無理ゲー。苦しめはしない。あー、今反応してたのに。仲間を食わせなきゃならない。いや、いける。今反応してたのに、くっそ、今反応してた。マジでずっと待ってた、あれを。連撃は、連撃はジャストガードに発生してる。あ、2連覇じゃない。これは他に手立てはなかった。 OKOKOK。 あの光明見ました、光明見ました。皆さん、友ではないのか。一発目全部後ろバックしてかわし、連撃だったら2発目からジャストガードに行こう。それ以外ない。一発目全部かわそうと思ったら、全部を対応しようと思ったらマジで無理だから。あ、
寄せ。まだ間に合うぞ。くっそ、なんだその月からの中断は。コモダで死んでくれりゃよかったものを。月中断もありなのね。最高にヤバいねそれ。仲間を食わせなきゃならねえ。絶対お前が立ち上がれば仲間食わせれるって。よせ。まだ間に合うぞ。食わせなきゃならねえ。本当に他に手立てはなかったの？その強さで。他に手立てはなかった。絶対あるって。お前ハーン絶対強いし、猛虎の民多分3000人ぐらい一人で切り殺せるぞ。よせ。まだ間に合うぞ。他に手立てはなかった。強い。うわそれ久々。他に手立てはなかった。それす。あー今狙ってたのにな。それ今このゲーム何点なのか教えてください。1270万点苦しめはしない。昔の話だ。よせ。まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな。クロード、無双一戦。龍蔵、まだ間に合う。共に故郷を救おう。お前と俺だったら絶対勝てる。今じゃもうこのもんだ。侍だ、侍がいるぞ。どうしよシーンにしてるから多分音クソでかくないね。音クソでかくない。今気づいた俺。どうしよう、どうしよう。それはやばいね。それはヤバスだね。
どうしよう。噂の強かったな、リュウズを。答えよ、志村殿はどこ。いや、ちょうど今宝飾になってたじゃん。答えよ、志村殿はどこだ。コレクシーノンコンティニュー。コレクシーノンコンティニューだ。やばすぎだろ。ちょっと待って、あいつ殺す。しっかり弓の範囲を、しっかり槍の範囲が分かってない。志村殿はどこだ。ちゃんとあの槍さえ壊せば。無双参戦と呼ぼう今のぞ。とにかくぶっぱしまくる。おい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 、なんだ。あれ、鳥持ち玉、俺今鳥持ち玉投げなかった。あ、間違えて鉄砲投げちゃった。鳥持ち玉じゃなくて最悪鳥持ち玉投げようと思ったら鉄砲投げちゃった。でも鉄砲ゲット、作戦通りだ。あれね、これさ、でき、あ、そうそうそう、これコメントで見たんだよ。どうした？死にた？そんなに。そんなに死にたいんだ。お前には鳥持ちをくれてやる。大事に使えよ。なんかお偉いさんが寝てそうな寝室だな。ってことはだ、いる。おじ上の匂いがする。レズンバーガラ。どうしたこのケメが。おじ上、ジンです。ジン、急げ。おふさまらいの方。ソイさん。おじ上。おじ上。信じておったぞ、ジン。さすが正しの息子だ。この身を尽くします、おじ上。おじ上、一緒に戦おう。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された蛮兵は我ら二人に太刀打ちできる。できる、おじ上。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。おじ上、叫ばしてくれ。下にいる蛮兵どもを始末。さあ行くぞ。うわあ！おじ上、ごめん、死ぬ。おじ上、あとは頼みましたぞ。おじ上！さあ行くぞ。猛攻を買ってやろう。どういたします。おじ上、戦っていってください、おじ上。別名おじ上おとり戦法。これ以上は耐えられん。おじ上、私もこれ以上は耐えられません。一緒ですね、おじ上。さあ行くぞ、猛攻を買ってやろう。おじ上燃えてる。ああ、こら、タコ、こら。
猛虎を買ってやろう。おじ上が燃えてる間に、おじ上燃やすじゃん。まずおじ上を燃やします。おじ上を燃やした後に後ろに回って、猛虎を買ってやろう。お供いたします。ジャンプリーズ、ジャンプリーズ、ジャンプリーズ。やべ、お前それずるいよ。おじうえ、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違い。さすがです、おじうえ。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。追っ手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵。足立殿、一人も逃がしたが。今忙しいんだ俺、おじ上。おじ上、もう一回続けてくれ。おじ上、もう一回言って。死んでいった対馬の武士の敵。まだ死ねるか。もうお前、おじ上行け。おじきゃんしろ、おじきゃん。おじ上、死んでたまるか。いっぺいら、まさか。まだ死ねん。まさか。おじいめ、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 おじいめ。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。さすがです、おじ上。やはりおじ上のそばで戦うことが僕にとって一番の力になる。僕がおじ上を守る。おじ上にもやはり僕が必要なんでしょう。甲に火薬を混ぜれば濃い煙が出るはずだ。目くらましになるだろう。これやりたいな。でも2で十分か。大層な城ではないか。この門を開いてはくれるか。同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。このまま死ね。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。わかるな。やれ、お前らが強いぞ絶対。見てやって。そいつの首を跳ねろ。鼻に思いっきりパンチしてる。門を開けろ。門を開けてくれ。リュウゾ落ちたな。お前、早く門を開けろ。門を開けろ。ただこいつ俺に100回勝ってるからね。ただし
今の俺にはおじ上がいる。勝てるぞ。あの時の俺にはおじ上がいなかった。ハーンが城を奪ったらしいね。竜像を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。この後めちゃくちゃおもろい。おじ上に話した。おじ上！こういうさ、甥っ子がいたらおじ上も心強いだろうね。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。毎回毎回こんなさ、勝ち時を上げてもらってさ。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。どうぞご覧ください。恐れながら数が足りませんね。ほう、いや増やしてもいっか。これどうも、おじ上。俺全部おじ上に決めてもらおう。もう一人じゃ決めらんねえよ。これからどうすればいいかとかさ、彼女とどこに行った方がいいかとかさ、ご飯どこに食べ行った方がいいかとか、おじ上に決めてもらおう。デートにもついてきてもらう。全部おじ上に決めてもらおう。酒井様、十分な素材をお持ちください。結構サブクエやってるのにたまらんね。志村様によろしく。志村様、おじ上のことか。貴様、気安く呼ぶな、その名を。ジン、待っておった。おじ上、必ずやハンを討ち取り、竜像も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。一緒に行きましょう。お世になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。そんなことない。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私とおじ上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に。ごめん、おじ上。承知しました。見てねえよな。見てねえよな。おい、話を聞いて回るか。おめえちょっと顔が竜像似てんな。あんまり俺を怒らせるなよ。俺はおじ上の老いぞ。おじ上の、おーい、俺はおじ上の老いだぞ。金目のものよこせ、クソども。ちょっとおじ上と一緒に戦いに来てよ。あんなさ、下流の武士じゃなくてさ、ちゃんと俺将軍様と戦いたい。酒井様。酒井様、気安く呼ぶな。守りは進んだか。いいえ、火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。母さんが夜なめをして。高のやつ、足を弟子にするとか言ってます。雅子殿、資格の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。おじ上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。なんか猛虎を一網打尽にするクエないかな。とにかく猛虎が切れれば何でもいい。俺は行け。感触飛びくない。ああ、またおじ上と一緒に戦いたいな。なんかもう旅に張りがないっつうか。暇だし猛虎でも切りに行きますか。俺おじ上ロスになってる。みんな、おじロス。おじ上また捕まってくんねえかな。本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ、差し出せ。行くぞ。おじぇー、ことの武士だね。絞り取ることしか頭にないね。一緒に行ってくれるのか。今おじ上の声がした。行きましょう。おじ上、先導してください。目指すは豊玉だ。
お供いたします。うわ、あ、なるほど。え、でっかえ、これどういうマップなんだ。九州にしては形違わない。あ、対馬、そっか、対馬だけか。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。おじうえ、おじうえ、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。おじうえの身を案じました。おじうえの身を案じました。もう子供が束になろうとわしの心は折れぬわ。さすがおじうえ。学びおじうえを生かした。その狙いは本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。最低ですね、おじうえ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。おじうえ、今日の昼ご飯は熊にしましょう。時に僕が叩き切ってあげましょう。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。義を知る女です。義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることが。死者の森の墓所。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。おじいえ、私には時期尚早かと。万死にはそのようなものは必要ありません。おじうえさえいていただければ、ハーンなど私が叩き切ってあげましょう。この匂い、燃える木と匂うぞ。消えだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせという。許さないよこれ。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。もう子供、やりましょう。おじうえ、騎兵がいます。押し通れ、押し通る。おじうえ、何ですかこれは。おじうえ、新しい技を身につけました。たった今。さすがです、おじうえ。見してください、おじうえの実力を。さすがです、おじうえ。僕がやります、おじうえ。こいつらを叩き切るのが気持ちいいんです、おじうえ。見てください、おじうえ。これが僕の趣味です。最近の。北を攻めておったはず。おじうえ、見てください。これが僕の趣味です。ほら、おじうえの家、汚いけだもの。早く、おじうえの前で貴様を殺すんだ。これが気持ちいいんです。これが俺なりの誉れです、おじうえ。再び火を灯し、藩に見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。行きましょうぞ、おじうえ。ねえお前。どうぞ。あったか。文句の新手が来ます。さすがです。おじうえ、陰に噛まれました。なぜ見て、なぜ助けてくれなかったんですか、おじうえ。おじうえ、こっちに来てください。助け出します、おじうえ。おじうえ、こっちに来なさい。陣、来い。おじうえ、おじうえ、こいつらだるいです、おじうえ。これ以上は耐えられん。おじうえ、援軍を要求か。死ぬわけにはいかん。姫、私は命に限りでも助けます。うち一緒に死にましょう、おじうえ。ねえ、弓ちょっとこれどうすればいい。おじうえがいるせいでさ、弓ともさ勝ちんことに。
先に弓まで走ってって弓殺すか。でもその間におじ上、おじ上、僕が先に弓を殺してまいります。援軍を呼ぶ気か。そうはさせるな。いや強い。てけさ、おじ上、おいおじ上、お前さ、ちょっとお前右行くな、こっち来い。お前が行かなきゃいけるんだ、おじ上。おじ上、止まれなんてクソですよ、おじ上。こうやって殺すんですよ、人間は。そしたらおじ上、弱いあんたでもいけるだろ、おじ上。これ以上は耐えられぬ。もうおじ上死ぬな。ジン、おじ上体に爆弾が見つかってる。あ、生きてたか今。ストーリー見てなかったんだけど、おじ上どうなりましたか。目の前にいるのが僕の尊敬するおじ上です。さ、このさ、クソおじ上さ、俺の許可なんか前進んでるからさ、ほんとぶん殴りてんだけど。誉れしか見てないバカ、時代遅れのじじ上。おじ上、じゃあもうそこで一回死んでください。そしたら僕があと。いや、ムカつくマジでこいつら。おじ上やって、行け、おじ上行け、おじ上、おじ上行け、行け、おじ上、そう、おじ上頑張れ、おじ上行け。こうやるんですよ、おじ上。援軍を呼ぶ気か。そうはさせるな。おじ上、それは僕の獲物です。腐れゲドウがよくやってくれたな、お前。やっちゃってください、おじ上。おじ上も結構さ、横から叩き切ってない。気のせい。これがおじ上なりの誉れ。ね、おじ上先に行かないで。ね、おじ上さ、あんたさ、捕まっててさ、勝手分かってないかもしんないけど、アイテムいっぱい落ちてんだよ、こういうところに。おじ上、まずは、猛虎たちがな、民衆から巻き上げた宝物を俺たちが盗むわけ、おじ上。それが、俺なりのおじ上。俺もいつかはおじ上のようになるんでしょうね。やべ！マジで。マジで奪って。ジン、来い。うるせえ、待て。おじ上、これは手始め。おじ上、打つ気か。おじ上、いつの間に起きたんですか。おじ上、さすがです。さすが僕が尊敬するおじ上。死んだふりっちゅうやつですね、おじ上。待ちなさい、おじ上、僕と一緒に行くよ。ユナ、何用でもいい。猛虎の大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。無理です。おじわー、切り捨てろ。皆殺しだ。やれよな。お前さ、俺の女手出すんだな。おじうえおじうえ、私が守りますゆえ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。高も一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。はあめ、待っておるがいい。見てください、おじ上、こいつにしょんべんかけてやりましょう。おじ上も意外とそういうところあるかもしんない。誉れ高きしょんべんをね。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう解き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集める。
さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。やべえ、しょんべん漏れそうだけどダメだ。このゲームやめときがねえ、マジで。もう膀胱破裂して死んだらごめん。パーンって音がしたらさ、それは俺の膀胱が破裂した音だと思ってくれ。なあ、おじ上。おじ上、おむつ交換してくれ。全部おじ上にやってもらおう。だって僕は育ちがいいんだ。僕は生まれからして勝ち組なんだ。我らの意を示してくれる。ロード・オブ・ザ・リング見て、そんだけ。もうずっと最後までおじ上と一緒に戦いたい。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよう。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下文を送るのです。頼朝に。わしの尻尾。俺でもあれだよ、源の頼朝来たらそっちをおじ上って言うんで、こいつ首跳ねるからね。俺より強いものに巻かれていくからね。俺の中のおじ上は一番偉いやつだ。ならばわしは宿営で待っておる。その団体で一番偉いやつについていく。俺はな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。叩っ切れ。僧兵のようでお話をしたいと。叩っ切れ。僧兵だと承知した。おじゆえ、アイテムを取り逃しておりますぞ。これはすごく大事なんです。ハーンを撃つためにね。酒井様、おかげで命拾いいたしました。ノリオ。そうだと聞いた。ノリオだ。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく長谷参じました。おー、いいね。俺のことおじい上呼んでいいぞ。この地で会えなくも。なるほど。お前は今日から筒香、不意打ちに筒香康友だ。生きにされ、名前を変えなさい。父郎に押し込まれました。こいつに名をあげよう。名刺もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。ノリオじゃない、すごい。安友。まず城言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。許さない。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。ねえ、ちょっとさ、おしっこしてきていい？おじ上、おしっこしてくる。もう限界。もうマジで限界。なんだノリオ、お前、俺がしょんべんしてる、お小水してる間にもずーっと気をつけて待ってたのか。この牢には、うわ、6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？藤寺は無事です。赤島の木曽市の村も。こいつさ、産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。槍持ってる。なぎなた持ってる。なぎなた期待できる。敵は何千にも及びます。いいね。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。火星により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。ああ、誉れ誉ってるねこいつ。頭が痛む。目の奥を刺されたみたいだ。俺は快楽のために人を殺そうと思う。僧兵よ、寿司を救うため赤島へ参ります。檻を見て酒井様もいらっしゃってください。うるさい。人を紹介しましょう。島で一番の靴下と言われています。赤島で会おう。やばい、11個の物語を更新。なんかちょうどいいか。
今日結構進んだよな。はてな一個言っていい？最後に。猛虎の拠点だと、おじ上暴れてやりましょう。違いました。お見事。こい。ぐん。次回も大暴れしてやるぜ。対馬を血の海で染めてやる。あ？何？藩は稲原の集落を落とすための税を送った。集落を解放して民を捨て。うるせえ。指図すんな。ぶっ殺すぞ。何これ、こんなにぶっ殺していいの？このゲーム今のところで2560万点。